はい、ラケットインプレッションです、はい、ご協力いただくのはクレールの村松コーチです。アナスポーツジャパンの坂部さんです。なぜかちょっと遠くにいますけど。坂部さん、はい、今日のラケット何ですか？本日のラケットはブレードの 98S と、スティーム 99LS になります。どんな特徴ですかね？ S がついてるっていうことは、ブレードの 98S は縦ガットが18本で横が16本という形になってます。このガットのパターンにした理由っていうのは、コントロール性、打球感を損なわずに、ブレードの98ノーマルパターンに比べて回転がかけやすいというラケットになってます。横ガットが少ないことによって、縦ガットが動きやすくなりますので、スナップバックの効果によってボールに回転を与えられるというラケットです。はい、見た目あんまり荒く見えないですよね。そうですね、はい、目が均一化されているので、うん、まあ、あの今風のテニスには非常に向いているのかなと思います。なるほど、はい、はい、若干重さが軽くなって 294g 平均という形ですね。はい、はい、こちらですね。はい、はい、こちらは、スティーム 99LS というラケットになります。はい、今年発売しましたスティーム 99S の軽いバージョン、重さが 277g。 デザインもほとんど全く同じですね。はい、ここに LS、 そうですね、 LS って入ってますね。はい、はい、ショー、目が荒くなった分、回転をかけようと思った時はしっかりかかるような感じはしますし、少し厚くちょっと強く打とうとした時にはしっかりと厚く当たってくれるかなっていう印象はありますかね。あ、そんなに打球感に癖があるというか特殊な感じではないってことですかね。そこまで前のブレードと違うかっていうと、打感はそんなにいいイメージのままこういい感じでこう残ってて、なおかつ振ったら回転かかるので、うまく使い分けはできるかなという、まあ、スピンの調整がしやすいそうですね、ですかね。はい、なるほど、結構ボールのスピードも出てましたね。そうですね、振れば振っただけスピードは出るかなと思います。うん、普通のラケットの話ですかね。普通のラケット、まあ、S のスペックにしては普通ってことですね。 S のスペックっていうか、こうなんかイメージ的にスチーム S のイメージがあったので、すごい飛んじゃうのかなって思ったんですけど、うん、ボレーなんかも全然抑えが効くっていうか、抑えやすいぐらい、まあ、ちょっとこう強いボール打たれてもこう負ける感じがしないので、安心してこうちょっと厚く当てて抑え込むように使ってもらっても全然大丈夫。うん、そんなに、まあ、さっき村松コーチも言ってましたけど、あんまりこう特殊な打球感ではない。そう、全然平気ですね。うん、こう吹けちゃうような、結構ストロークでバンって打たれて、うん、こうブロックするっていうイメージでもこう吹けちゃう感じは全然しないので、うん、普通のラケット、今までと既存のラケットと同じように使ってボレーはできると思います。うん、違和感全然ないです。うん、結構こっちで見てると村松コーチのボールの弾道が結構ね落ちてきてるんですよ。そう、ボール自体ストロークでちょっとやっぱ厚い当たりをした時なんかで、やっぱりこのガットの動きがやっぱり良くなるっていう部分で、すごいスピンのかかりはいいと思うんですよ。だから厚く当たる分にはすごいスピンがかけやすくて、こうブロックした時に安心感のある、飛びすぎない、抑えの効くっていうのは、このブレードの良さっていう部分が残ってて、多分どっちもいいところをうまくバランスよく取ってるんじゃないかなと思うんですよね。うん、今こうボレー対ストロークのストロークの方をやらせてもらったんですけど、まあ、あんまりその意識しなくても、まあ普通にボールが普通にナチュラルにこう落ちてくれるというかっていう感覚はまずありますかね。うんうんうん、
普通に打ってるとそんなに落ちないかなっていう感じがこう自分が思った以上にちょっと足元に行ってくれたりとか、いつも通りの打ち方で、どうしてもそうですね、少し落ち幅が大きくなるんですかね。僕が自分で気づいてないんでしょうが、こう思った以上にちょっと回転はかかってるとは思いますけど、受け手側は結構その変化は、まあ、見えますね、分かりますよね、ブレードとかに比べるとこっちの 99LS とかの方が回転を、回転がすごいかかってるのが自分で実感できるかなっていうような感じは打ってて思います、少し自然にかかる感じが大きいと思います、ね、はい、あとはその、まあ、軽い分女性の方とか、まあ、ジュニアの子とかも、まあ、このラケットであればしっかり振って回転がかかるんじゃないかなっていう感じはしますけど、はい、取り回しは操作性がいいってことですね。そうですね、回転系だからスライスなんかも結構かかりやすい。そうですね、スライス回転だったり、まあ、もちろんドライブだったりっていう形で回転はかけやすいですね、はい。操作性がいいですよ。軽い分ですかね、こういう取り回しがすごい楽、でパワーもかなりある、合わせてポンと当てれば本当によく飛ぶ感じですね、ただその軽さを一番メリットとして捉える方にいいってことですよね。そうですね、女性とかで重いラケットだったりこう取り回しが辛い、特にボレーしてスマッシュパッて上げた時のここら辺の取り回しが大変って方結構いらっしゃると思うんですけど、そういう方なんかすごい扱いやすいスペックじゃないかなと思います、でこのストリングパターンってすごいやっぱりパワー出ます、やっぱりこれだけ目がストリングのパターンが荒いの で、でよく乗りますしね。スチームシリーズ、ね、99S、105Sだとやっぱ重いという方が多いと思うので、まあ、99S がベースのライトスペックという位置づけだと思うので、あのフィーリングはいいんだけどちょっと重いという方にはこのスペックがちょうどいいのかもしれないですね。このスペックなんかはちょっと試してもらうと、すごい扱いやすい、277、ざっくり280前後のラケットを使いの方なんかは非常によりパワーが出るし、そうですね、貼ったら、ガット貼ったら300近くになりますからね、そうですね、グリップ巻いて、そんなすごい極端に軽いスペックではない、はい、2本だと打ち比べてきました、ブレードの方はなんだろう、ラケットとしてはこう非常にこうその前既存のブレードの良さを残しつつ、厚い当たり強い当たりをした時にやっぱスピンのかかる良さっていうところが非常にあったのかなと思うんですね。でボレーした時のこういうブロックした時のこう抜けてしまう、吹けてしまうっていう、そういう不安感とかは全然ないので、しっかりこう厚く当てて使って、でボレーはしっかりこうブロックして使うって人なんか意外と使いやすい、どっちもいいところをうまく集めてるラケットだと思いますね、見た目にはもう変わらないっていうか、わかんないですね、見比べるとあまりわからないぐらい、スロートのところに 98S って書いてあるのと、まあ反対側のスロートはスピンエフェクトになる、そうですね、で後ろが、はい、かっこよくなってます、かっこよくなってました、僕もそうですね、これストロークでちょっとメインで打たせてもらいましたけど、まあ、あのフッキーさんが言ったようにしっかり打ちたい方にも全然いいですし、まあ、そのちょっとまあ回転もしっかりかけれるようなラケットにもなってますし、まあ、どちらかというとまあちょっと選手向けなのかなっていう、僕はちょっと打たしてっていう感覚は伝わったかなと思いますね、はい、こっちに貼ってあったのが新しいラケットですね、そうです 4G ラフですね、はい、ちょっと粗いあのスピン加工というかオートス加工が、そうですね、はい、これでまあさらに引っかかりが、ね、はい、しっかり回転もかかりますし、こっちはもう本当に軽い扱いやすい女性とかあとジュニアとかですね、本当にちょっと力に自信のない方がこう振りやすく作ってあるモデル、扱いやすく使ってあるモデルなので本当に振りやすいです、操作性がいいです、なのででこのスピンエフェクトのパワーはやっぱり大きいのかな、よく飛びますし回転もよくかかるっていうところはあるので、非常に使う層を絞って選んでもらうと非常にいいかなと思いますね。逆にストロークなんかしてどうですか。そうですね、やっぱりこのブレードに比べるとっていう話もさっきさせていただいたんですが、まあ、どちらかというとこちらの LS
の方が勝手にこう回転がかかってくれるような、イメージはありましたかね。なので、まあ、そのあんまり普段スピンがかけれない方、もっとかけたい方なんかにはこちらの方がちょっとおすすめかなとは思います、そうですね、はい、ブレードは結構しっかり振った時にしっかり振らないと、ね、あのスピンがよりかかるっていう感じがするので、はい、まあ、あのそんなに速くないスイングスピードでもあの LS の方はスピン効果があるってことですね。なんで同じ、まあ、スピンの S シリーズ、まあ、スピンのシリーズですけど結構こう対照的な感じはありますの で、うん、そうですね、はい、うまくこう自分 そのお使いになっている方のニーズに合わせてチョイスしてもらうと非常に多分強い味方になるラケットじゃないかなと思いますね。